私は三鷹の井口というところで、製本という仕事をしております。非正規製本です。製本ってあまり馴染みがないかと思うんですが、文章を、本にするときに多分皆さん印刷屋さんに行かれると思うんですが、印刷屋さんからあと、紙に刷られたものを切ったり貼ったりして本の形にするのが製本という仕事です。多分今日後の方にも印刷屋さんのお話があると思いますが、そこで刷ったものなども加工させていただいて、皆さんのお手元に、多分今お手元に皆さん冊子をお持ちだと思います。これ針金で閉じてあるんですが、こういう仕事も製本の一つです。プリントするまでは印刷屋さんの仕事なんですが、印刷したものを1枚ずつ順番に並べて、それから針金で閉じて本の形にするというのが、製本という仕事になります。ではちょっと着席させていただいてご説明させていただきます。失礼いたします。資料をご覧にいただいてお分かりかと思いますが、私どもは極めて小さい小さい町の工場です。町の工場の中で、製本業というのは、きつい汚い給料安いと、それに休暇がなくてとも 3K とか 5K とか言われている職種の一つでもあります。その中で、私どもが取り組んでまいりましたのが、もう2年ほど前からになりますが、まずは女性の活躍、推進ということで、いかにレディーファーストな感じの会社に作ったらどうかというようなところから物語が始まってまいります。しばらくの間耳を拝借します。よろしくお願いいたします。今回はその、女性活躍のところからずっと流れを受けて、女性だけでなく、男性も含めた社員全会社全体の働き方というものを、何とかしていきましょうというところで取り組みを始めているんですが、いろいろ先生方のお力もお借りしながら、いかにその無駄な残業時間を減らしていくのかというのを一番のポイントにして進めてまいりました。どうしても私ども最終工程ですので、短納期であったり短時間であったりというようなおせおせの作業が多くなってまいりますと、夕方から入ってきて明日の朝までに作ってねというような仕事も時々は入ってまいります。そうなりますとちょっと5時で帰るというわけにもいかないというようなことが多々ございましたんですが、そこのところをどのようにして改革していったらいいのかというようなことで、会社の中全体で、話をしてまいりました。いずれにしても物を作る工場ですので雑用事が極めて多くてですね、ゴミの片付けから次の準備に至るまであらゆることで実際の作業に関わらない雑用というものが出てまいります。雑用というと何かこう中途半端な仕事のように思えるんですが、これが極めて大切で、次の仕事への準備をする、それから終わった時の後片付けをする、後片付けをしながらまた次の仕事への準備をする、こういったことの作業の徹底を本当に徹底して測っていくということで、いずれにしても片付いた状態で次の作業に進むというようなことを、社員の方にも協力してもらいながら、進めてまいりました。で、人数も少ないですから、1人休むと大変な負担が他のものにもかかってまいりますので、当然健康管理ということにも力を入れてまいりました。最近ちょっと私もかかってしまいましたが、インフルエンザ流行っておりましたので、手洗いとかうがいとか、アルコールの消毒とかですね、そういったことも口やかましく言ったような状態ではありました。で、今回うちの方ではパートさん、私どもはパートさんのことを、パートナーさんって呼んでるんですが、パートさんたちをより多く採用して、それで短時間のシフトで回す、マクドナルドみたいな感じの働き方はどうかということで、だいたい小さなお子さんを持っていらっしゃる、若いお母さんたちを中心に多くパートさんたちを集めました。で、そのパートさんたち最近の女性極めて有能でですね、働く能力がものすごく高いんですね。
それからこの短時間で作業を進めていく中で、コミュニケーション力というのがものすごく大切です。次は何をするんですか、あるいは、この仕事はどうしたらいいんですかというようなことを、パートナーさんの方から率先して社員たちに問い合わせをする。で、原稿にはこう書いてありますけど、これはどう先にやっといた方がいいですかというような、先回りをした質問までしてくれるようにもう1年経ちましたので、ね、なってまいりました。これをしていくと、例えば一箇所の仕事だけ忙しくて、もう一箇所の仕事は少し手が薄いというようなこともよくあります。その時に人手を忙しいところにぐっと回していかれるというようなことが事前に分かるという形になってまいります。変な話ですが、男の人たちってコミュニケーションが極めて下手なんですね。一人黙々と仕事をしてしまう。この黙々がね、やっけに足を引っ張るんですね。一人で残業してる人ってなんかいませんか、皆さんの中で。言ってくれればやったのにっていうようなことがよくあると思います。それをね、私たちの中では言ってくださいと、ぜひ言ってもらって、いや、そこ の書類をこのように片付けてもらえればあと1時間早く帰れるのになと思いながら黙々と仕事をせず、どんどんみんなに仕事を振り分けて、平均的に仕事が回るような形のコミュニケーションを、取れるように、教育をぐっと進めてまいりました。それでもね、まだ一人黙々と頑張っちゃう人も中にはいるんですけれど、そういう人たちにはあらかじめ声をかけながら、忙しくないの、大丈夫、終わる、やろうか、手伝おうかって言うと、うんって言うんですね。うんって、だから手伝ってほしいんです。言えばいいのに、なんで言わないかなというところがありますので、なかなか言いづらい人もいるでしょうから、それはもうこちらの方から後ろからポンポンと、大丈夫、手伝おうかって、そういうことを、ね、言ってあげられるようにしています。これがね、女の人たちものすごくうまくできるんです。特に子供たちを持ってるお母さんっていうのはね、ものすごくそれが上手です。子供言うこと聞かないですから、子供をなだめたりすかしたりして、学校に行かせたり幼稚園に行かせたり、嫌いなものを食べさせたりするんですね。そういったことの力がですね、女の人たちものすごくあります。それを私たちの会社の中で今生かしてくださいというふうにお願いをしておりまして、数名のパートさんたちが今現役で働いています。ちょっとお写真見てください。子育て中のお母さんが子供ともども働いています。昔は家計が苦しくて、私も働かないと食べていけないのよっていう時代があったかと思います。今は違います。今は、私の生きがいのために働くんだという女性がたくさんいます。メインなるべくね、今はもうこの立ってる男の子の方が仕事を覚えて、お母さんに、お母さんボタンが違うよとかって言ったりするぐらい、子供も一緒に来て働いてもらっています。もちろん、子供たちに養育できるような施設があるわけではないんですが、事務所の片隅におもちゃを置いたりとか、それからうち紙をたくさんありますんでね、事務所の中で大きな紙、好きなだけ絵を描きなさいっていうと、大体みんな隅っこの方にこう絵を描くんですけれど、そんな形でね、時間を潰してもらいながら、お母さんが3時間4時間働く間ずっと待っててもらうというようなことをしていますのでね、お母さんもで、お母さん自体も子供そばにいますから比較的安心なんですね。何かがあると、おしっこって呼ばれたらすぐに来る、うんちって言われたら、よそのパートナーちも、なんとかさん、僕がうんちって言ってるとか言って、その仕事を代わって、そのパートナーさんが自分の子供の世話をするというような形になってますのでね、パートナーさん自体もいろんな仕事を手掛けてもらって、今1年ちょうど経ちました。素晴らしく皆さん、上達していて、いい職人さんになりつつあります。腕に職があるってものすごくいいことです。女子の皆さん、ぜひ腕に職をつけてですね、頑張っていただきたいと思いますが、そんな形で進めています。これでパートナーさんたちがその雑用やら細かいことやってくれるので、他の男性の正社員たちの時間が極めて取りやすくなって、その結果残業時間が減っているということになっています。働き方を改革したというよりは、何かこうちょっとコミュニケーションを良くするだけで、縮められる時間ってたくさんあるなと、よくよく
なんか分かったような感じです。まあ、これをちょっときっかけにですね、もう少し時間の精査というものを進めて、なるべく品質の高く、また売り上げも落とさず、そして休みも取りやすいというような環境を作っていきたいと思っております。ありがとうございました。それでは最後に、担当されました社労士の先生からもコメントの方をいただきたいと思います。株式会社一石製本さんの、支援をさせていただきました社会保険労務士の住谷と申します。ですね、ご発表いただいたように、結構こう柔軟なこう対応の形を、かつこうすごくユニークなですね、方法でいろいろと取られていまして、その働き方ということに関しても発表いただいた内容の通りなんですが、例えばその、パートタイマーの方、パートナーさんたちですね、この方々にそのお仕事として3つぐらいでしたね、1人の方に3つぐらい業務を最終的には覚えていただいて、要は業務の状況に応じて柔軟に対応できる体制というものを構築されていたりとか、その、どういったらいいでしょう、働き方のほか、その技術的な部分でもすごくいろいろな工夫をされていて、とてもユニークな取り組みをされていらっしゃる企業さんだなと思っております。それから一石製本さんも昨年から今回の、事業に、参加されていらっしゃるんですが、昨年はその都の女性活躍推進事業にエントリーされて、かつ本年度は都の方の働き方改革宣言事業、こちらの方にもエントリーをされてですね、女性の活躍推進というところからさらにこう、働き方というふうにこうさらに大きな視点でですね、取り組みを広げていかれたところがとても素晴らしいなと思っております。パートさんの、そのパートの方々に技術を覚えていただいて、あちらに一石製本さんの展示されているブースがあるんですけども、そこに和とじの本なんかもありまして、それもパートさんたちが技術的に覚えてお作りになったものというんです。どうもありがとうございました。